宇佐美時重、尾形を百之助と呼んだ謎。作中では途中まで悪友という関係だった宇佐美と尾形。ですが内心は農家の子であり安い駒と宇佐美を見ていた尾形百之助。商売女の子として尾形を見ていた宇佐美時重。普段は仲がいいふりをしているカースト上位のギャルみたいな二人でしたね。ですが尾形は宇佐美を宇佐美と呼ぶ反面、宇佐美は尾形を百之助と呼んでいます。ここおかしくない？尾形も宇佐美を時重と呼ぶのであればまだしも、名前で呼ぶのは宇佐美からだけ。むしろ時重という呼び方をしたのは家族や友春くんくらい。いえ、もう一人いましたよね。そう、鶴見徳四郎です。ですが今では対面があり宇佐美上等兵としか呼んでくれない。それにもかかわらず鶴見中尉は尾形を裏では百之助と呼んでいました。これが宇佐美の地雷だったのではないでしょうか。一番にこだわるからこそ尾形にとって唯一の存在が鶴見徳四郎なんてことは許せない。だから百之助と呼んだのかもしれません。